んこんにちは。福岡県夢市出身、声優役者をやっております橋本のどかです。橋本のどかがお届けするのどかのは YouTube チャンネル始まります。はい、ということでポッと私の今日の情報はポッと、なんかお湯を沸かしてくれと、お湯を沸かすという指令学だったの。前なんかお湯沸かしたことあったよね。いや、なんかこの光景にトラウマしかった本当に。ちょっと食べてほしいものがあって。やだそのセリフ本当にそのセリフやだうわ、いや今度はねラーメンじゃないんだよ。豚キムチうま飯。なんかさ、キムチ食べれるって言ってたじゃない。そうなんです。そう、キムチ食べれるようになったんですよ、うん、食べてみようか。なんかすっごい唐辛子の、なんか橋本のどかの、のどかのは作りましょう作りましょう。え、でも本当にこのシリーズすごい好きなんですよ。おお、いいよ。あ、すごい。あ、すごい。まだ蓋開けてないのに唐辛子の匂いそれはまず、初めは入れないで食べて。ここまで剥がす。匂い的には開けた瞬間の唐辛子の匂いは中からはそんなにしない。じゃあ、はい、お湯を入れて、じゃあまた5分間測りましょうか。はい、お湯を入れました。ということでストップウォッチ。最近美味しい、なんで旨味のある辛さと辛いのを求めている人用への辛さの違いみたいなのに、そこのボーダーラインなんです。今まではもう辛いのダメって全部ダメってしちゃってたんですけど、キムチとかも結構種類があって、もう本当にキムチというか辛い刺激が欲しい人用のキムチと、ちょっとなんていうんですか、コクのある旨味が欲しいキムチみたいなののは食べれるようになったんですけど、その刺激が強すぎるキムチとこのボーダーラインなんです今。これがどっちかによりますよね。そうね、それをまあ確かめるのも。燃えるのもが炎じゃなくて、うん、燃えの。ああ、じゃあ燃えるんじゃなくて燃えるのかもしれないよ、食べて。燃えるのかな、うん、それのカレーバージョンは食べたことあるの。カレーバージョンと、あと何ですかね、ハヤシライスも食べたことあるし、うん、ありますね、うん、まあ、安いし、うん、すぐ食べれるしいや本当に絶対美味しいんです、うん、このシリーズ。でもカレー飯美味しいよね。カレー飯美味しいです。はい、ご飯立った。立ちました、はい、混ぜる混ぜる。いいかな。私結構水分ないぐらいが好きなんですけど、混ぜ飯シリーズ完成。うま飯、うん、まずはもうちょっとそのまま行ってみよう。そうですね、うん、このまま。普通にうまそうだし。本当ですね、美味しそう。え、だってキムチチゲの最後に白ご飯入れたの絶対美味しいですもん、うん、いただきます。まあ、熱そう。あ、でも、あうん、え、辛い？匂いよりも口に入れて3秒経った後の方が辛い。結構後から、あ舌とかじゃ、あの舌じゃなくて奥に来る辛さ。なんかお前もそんなこと言ってたな。いや、美味しいんですけど、ああ、うん、多分飲み込む瞬
瞬間に、ああ、辛さが来るんですよね。ああ。いや、結構辛い。あ、そう。結構辛いです。痛い口。もう？いや、でも美味しいです。うん。美味しいですけど、辛い。え、それ入れたら私絶対最後までも食べれないですよ。とりあえず最低。さあ混ぜよう。で、真っ赤。真っ赤。でも匂い的にはごま油的なラー油的な匂いなのかなこれ。私ラー油あんま得意じゃないんですよね。とりあえずあーだこうだ言っても仕方ない。いただきます。正直辛さ的にはあの入れる前、いやそんなことない。入れる前とそんなに、いや変わるな。ちょっと、ちょっと、いや来る、じわじわ来る。なんかさっきまでは奥の方痛かったんですけど口が痛い。でも美味しい。でもなんかこの辺がこれで3ってことはレベル、あの5段階評価の3だったんですよ、うん、5があるんですかね。いや辛さもね度合いが分かんなかったからさ、どれその3がどれぐらい辛いのか一応さ、辛さをマイルドにするって言うじゃん。これに牛乳入れる？別々牛乳。違った。違うよ。それが辛かったら牛乳を飲んで。え、それ用にわざわざ用意してくれたんですか。そうだよ。すごい。え、どうしたんですか。何が？え、過去 HP が優しい。痛い。いや、優しいのかこれは。だって前回。あの辛いやつ食べたときはドクターペッパー、そうですよ。刺激に刺激を重ねてきましたからね。あ、でも分かった、キムチの辛さは大丈夫なんだ、まだ。うん、え、もう喉が痛い。飲むかい。私牛乳大好きなんですよ。え、飲んでいいんですか。いいよ。え、どうしたんですか。何が。え、どうしよう、牛乳出てきただけで優しいと感じる私はちょろいんですかね。っていうかさ、牛乳飲むと本当に辛さって消えるの。今すごい口の中がこいつがいます。いやでもなんか和らぎはします。いや辛い。いや辛いけど美味しいけど辛い。でする、で前回もだったんですけど、です、息が痛い。本当は辛いのにはカフェオレがいいんだって。ああ、え、だけどコーヒー飲めないでしょ、うん、カフェオレぐらいのやつが一番辛さをマイルドにするらしい、ね、牛乳を直で飲むより、うん、でも喉かが食えてんだったら辛さ に対してそんなに弱くない人だったら普通に食べて美味しいレベルの辛さってことだよね。めっちゃ
ですよ。でも美味しいんです。ただ痛い唇が痛い。いや、うま飯はうまかった。うまかった。ただ痛い。